たは。こんにちは。あの時の天子は元気ですか？よかった、ずっと気になっていたんです。あの、お名前を伺ってもいいですか？私は吉花と言います。私もここで働いているんです。立場は違いますが、一緒に頑張りましょう。天子はとても賢いんですよ。まるで私たちの言葉がわかるみたいに。よかったらいろいろ話しかけてあげてください。よし、イリ、てめえに聞きたいことがあるんだが。空を飛ぶバカでけえ鬼を見たことねえか？知らねえか？ならいい。もし見かけたら知らせな。そいつは俺の獲物だ。あ、皆さん本部にお集まりですよ。お頭より作戦の伝達があるとか。それではお仕事頑張ってくださいね。全員集まったな。ヤマト様、作戦とは？ここしばらくモノノフが大型の鬼に襲撃されている件は聞いているな。これ以上被害が出る前にこちらから仕掛ける。いいね、反転攻勢といきますか。おとりのものを放ち鬼を誘い出す。そこを一気に叩く。オーカ、おとりの隊の指揮はお前に任せる。鬼が現れたら、のろしで知らせろ。お任せを。残りの者は里で待機。のろしが上がり次第、出撃して鬼を撃て。何か質問は？聞いときてんだが、敵の中に羽付きの鬼はいるか？今のところ確認されていないな。そうか。ま、さっさと片付けようぜ。そうだな。作戦は以上だ。奴らを駆り出す。各自準備にかかれ。鬼を引きつけてるはずだわ。急ごう。オーカ、お待たせ。待ちわびたぞ。さあ反撃だ。全力展開！
様です。頑張ってください。さて行くか。遅れるとまた問い合わされそうだ。美人の危機に颯爽登場。俺でもいいぜ。遅い。さっさと戦いに加われ。熱烈なお出迎えで。敵を乱す神の母さん。
何か用か。富岳の探している鬼か。気になるか。奴はもともとこの里の出身ではない。大月と言ってな、ここと同じく最前線の里があった。だが鬼に襲われて全滅した。富岳はそのただ一人の生き残りだ。奴が羽根付きの鬼を追うのもそのあたりに事情があるのだろう。誰にでも過去がある。お前にも背負っているものがあるだろう。それを受け止め乗り越えることも必要だ。時にはその助けとなってやれ。少し喋りすぎたな。なんか用か。てめえ誰に聞いた。ヤマトか。人の過去をペラペラ喋りやがって。大したことじゃねえ。どこにでも転がってる話だ。里が鬼に攻められて全滅した。そんで間抜けが一人だけ生き残っちまった。そんだけの話だ。俺が追ってる鬼ってのはその時仲間の魂を食った野郎だ。鬼に食われた仲間の魂を解放する。それが俺の戦う理由だ。ほっとけ。てめえのケツはてめえで持つ。昔話はしまいだ。さっさと任務に戻りな。意味がねえ。富岳、君
されては厄介だ。阻止するぞ。いい調子だ。畳みかけるぜ。来やがるってな。勝ったのか。まったくデタラメなやつばかりだ。よく踏みとどまった。フガク、お前の活躍は聞いている。俺の手柄じゃねえだろ。そういうこと。まったく命知らずだな、あんたらは。ほっとけ。お頭、喜んでばかりもいられません。鬼の動きは明らかに。やはり吉下に見てもらう必要があるか。吉下様の千里眼を。ああ、倒した鬼のかけらは回収しているな。はい、ここに。よし、ユウ、吉下を呼んできてくれるか。吉下様を。わかりました。神垣の巫女のご登場か。この機会にぜひお近づきになりたいね。君、ほんと見境ないわね。安心しろ、お子様には興味ない。誰がお子様よ、この仕方。そういえばお前には紹介していなかった。まあいい、すぐにわかる。お頭、お呼びとか。わざわざすまんな。お前に読んでもらいたいものがある。ここしばらく俺たちを襲撃している鬼の一部だ。鬼の残留思念、読めるか。やってみましょう。信濃の風の天の八重雲を吹き放つことのごとく、明日の右り、夕べの右りを朝風、夕風の吹き払うことのごとく、払えたまえ、清めたまえ。かすかな思念の残りがを感じます。命令、束縛、強制、その思念の先に力強い存在を感じます。ここより東に九里、いえ十里、そこに何かが。すみません、これ以上は。十分だ、負担をかけてすまなかった。いいえ、お気になさらず。何度見ても大した力だ。やはり頭がいるか。頭でございますか。ああ、どこかに鬼の指揮官がいる。そいつを見つけ出して撃つ。今の状況を終わらせるにはそれしかない。だが今は休め。
次なる戦いに勝つためにな。俺からは以上だ。you